いらっしゃいさん、人生にフォーカスって結構いいじゃないですかすごくいい話だったと思います私も改めてね考えましたよなんで私はね、取捨選択しているのかそれは私は自由にフォーカスしているんだろうなと思います誰と関わると自由か誰と関わると自由でなくなるかってことを考えたときにやっぱり自分が自由に人生を楽しみたいなと思ったときにその自由が最大限担保できるお金とかね 人間関係家族こういったものをやっぱりこう持ちたいなと思ったわけですよもしくは手放したいなと思ったんですよそのバランスが今一番いいかなと思います今ねまあ車の自由もあるわけですよでベルファイアを乗るナイトライダーを乗るセルシオを乗るみたいな自由もあるんですよねでも1台しかなかったらいや今日はねセダンの気分なんだけどないなとかね今日はなんかスポーツカーの気分なんだけどないなとかね だからなんか選択肢をどれだけ広げれるかっていうことと選択肢を逆にどれだけ狭められるかっていうことのバランスかなと思うんですよね。やっぱりこう自分の自由をものすごくこう加速してくれるのはねパートナーに恵まれると男性も女性もね楽しいでしょうしね。で自分の自由を最大限広げてくれるビジネスやお金の稼ぎ方っていうのがあるとまさに時間っていう時間の自由を手放して多少のお金の自由を得るっていうね ものすごくリスクリワードの悪いものではなくて少しの時間を捧げるだけでたくさんのお金の自由が得れるっていうのはバランスが取れるのかなと思うんですよね自由ですよね私はもうそう考えるかなと他の方はねなんか組織の都合を優先するっていう考え方もあるしその狭間で個人と組織の間で揺れ動くみたいなこともあったりねでなんかね退職する人のなんか理由のナンバーワンが相変わらず人間関係だそうなんですよ でも人間関係が苦手な人が会社を辞めると残された会社の人間関係ってなんか都合のいい人ばっかりで残るから会社ってのは長続きするなっていうね極めてまっとうな市場原理に気づいたんですけどどうですかね <laughs> じゃあいってらっしゃい。